広い、今日も広くて快適なお部屋でした。そして三重旅最終日の天気は曇ってるけどね、昨日の夜雨が降って朝には上がったみたいです。で今日はね、雨の心配はなさそうなんだけど、晴れたり曇ったりみたいです。さあ本日ね、三重旅最終日、お昼頃のねフェリーで伊良湖の方に渡ってお家に帰りたいと思います。はい、というわけでホテルロードイントバさんでした。お世話になりました。昨日のね、結構夜遅くまでというか朝方まで雨が降ってたんだけど、今朝はね雨が上がってちょっと青空も出ています。ということで今日はもうねお家に帰る三重旅最終日なんですけど、午前中はね行きにちょっとスルーしてしまった海の博物館まで行ってみたいと思います。ここがね鳥羽水族館です。わあ、もう人が結構いるね。でね、その鳥羽水族館の駐車場の奥がフェリー乗り場になっていて、伊勢湾フェリーの今のところからねフェリーに乗ります。なのでね、またここに戻ってくる感じになります。まだ朝の9時なので、今からねフェリー乗ってもう伊良湖港に渡っちゃうと、もうひたすらね今日一日ただ帰るだけになってしまうのでね、せっかくだから午前中は鳥羽をね堪能して帰ろうと思います。まあ初日だけでもねめちゃくちゃ晴れてくれたので良かったです。今回の三重旅、昨日はね割と一日どんよりだったけど、まあいろんな日本中いろんなところを走ってみてね、やっぱりバイク旅に一番重要なのってやっぱ天気だなって最近つくづく思って、まあ、どんなにねすごい人気のよくねライダーにおすすめのツーリングスポットベスト10みたいなやつとか、よく YouTube とかねウェブマガジンの記事とかであるけど、どんなにすごい人気のあるルートに行っても天気悪かったら本当に全然感動もないし、逆にね本当に田舎のただの農道みたいなねところでもめちゃくちゃ天気良かったらめちゃくちゃ感動するから、まあ旅行とかね旅っていうのはもちろんバイクじゃなくても晴れてる方がいいに決まってんだけど、バイクの場合はやっぱりより天気によって左右されるというかね。初めてねソロツーリングに出たのが2年前ぐらいの北海道旅、まあ、その前にねビーナスラインにも、まあ、ビーナスラインに長野のビーナスラインに一泊で行ったのがね初めての一人旅だったんだけど、あれからもうね2年弱あちこちね日本中一人で走って、本当に天気って大事っていうのが旅を重ねるごとに感じる、やっぱり天気だなっていう、バイクは快適ツーリングロードっていうのはもう2割重要性は、8割は天気。あ、ここだ、ルート750、これがね1日目に寄ったライダーズカフェさんです。美味しかった、カキフライ定食、よいしょ。わー、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。今日もほら青空になってきた、やったー。本当にね不安定な天気だね、すごい青空出てみたり真っ暗くなってみたり。わー、ほら気持ちいい、よいしょ。景色の良いルートに入りました。ほらこの瞬間晴れてるだけでも本当に気分が違う。さっきみたいにね、まあ雲は多いけど、さっき頭の上黒い雲だったからね、それに比べたらもう全然違うよね。ほらすごい気持ちいい、最高だ、なんてことだ、最高じゃないか、ありがとうありがとう。
さあそしてね、海の博物館に行った後に最後ね鳥羽でご飯を食べてお昼ご飯を食べて行こうかなと思っていて、まあ今ね来る途中にあったお店なんだけど、牡蠣の唐揚げが食べられるっていうね、牡蠣はフライはねあちこちで普通に食べられるけど牡蠣の唐揚げが食べられるお店があって、それをちょっとすごく気になってるのでそこに寄ってみようかなと思ってます。やっぱりねここ鳥羽に来たら牡蠣だよね、伊勢志摩に来たら牡蠣だよね、伊勢うどんっていう手もあるんだけどまあ伊勢うどんってどっちかっていうとね、なんか伊勢神宮の方っていうイメージで、この辺はやっぱり牡蠣推しがすごいので、海の博物館の中にもカフェがあるみたいだからね、結構迷ったんだけどね、どっちにしようかなって。ほら牡蠣の国、なんて素敵な国なんだ牡蠣の国。お昼頃のフェリーでね伊良湖岬に渡ると、やっぱりどうしてもねその後どっかで帰宅ラッシュにも巻き込まれちゃうし、多分ねお家に帰るの暗くなっちゃうからどうしようかなって悩んだんだけど、まあ、せっかくね朝雨上がってたから、まあ、これは午前中はもうちょっと鳥羽で遊んでってねっていうことかなっていう勝手に捉えて、で京都またねロードイン鳥羽は、まあ、ビジネスホテルだったので素泊まりで6000円だったんだけど、結構ホテルの値段が前に来た時よりもかなり上がっていて、相場がもう5、6000円台で泊まれるホテルって結構少ないから、もう本当にありがたい、ただのビジネスホテルでもね。で昨日の賢島ベイガーデンホテルも今日のロードイン鳥羽も建物自体は結構古いんだけど、全然ね普通に清潔に掃除もされているし、もう十分でした。あった、海の博物館、海の博物館どれだ、これかな、これだ、来ました、海の博物館。はい、到着しました。あ、ここで写真撮ろうかな。わあ、すごい。人形がいいね、人形が。青函トンネルを掘るための海底観測調査で活躍した。中に入ってもいいよ、マジか。え、中に入ってもいいよって言ってもこれ無理だろ。子供しか入れないだろこれ。木造船が80隻あるそうです、ここに。すっごいなこれ。広島県いろんな船があるんだ。こんなちっちゃいのもある、一人用みたい、カヌーみたい。船が完成すると船の命といえる船玉さんを入れます。すべてのものを船玉さんの中にうまく収まらないよ。どうやって？いやいやいや、どうやって全然わかんないんだけど。でもこの人ここしか入んないよね。全然わかんない。
ぼ出てる。ウツボちゃん出ている。タコが捕まってる。タコちゃん捕まってるよ。すごい気持ちいい。戦国最強の水軍大将久喜義高、豊臣秀吉の朝鮮出兵、あ、一寸神と戦った。関ヶ原の戦いでは西軍についたが、東軍家康方に子盛高を送り、敗戦を知って鳥羽で自陣した。わ、すごい、すごいね、これ展示は面白いな。展示がね、面白いよね、本当。すごい凝ってる。ほら、おじさん、カツオさばいてる。おじさん、おじさん、カツオさばいてます。うわ、頭がいっぱい。すごいね、この展示が面白いな、本当。うわ。迫力あるよ、なかなか。面白い。雨小屋なんか入ってもいいんだ。こんにちは。はい、というわけで海の博物館でした。海の博物館ね、すごい見応えある。面白かった、思ってたより。なんかね、あの展示の仕方は面白いっていうか、あの難しい、なんか長くてね、あの読むのめんどくさくなるような長い文章がいっぱい展示してあったりとかするんじゃなくて、模型がねすごい凝ってて、いろいろもうパッと見でその時代のなんかこう漁してる雰囲気がわかるっていうか、あれはね本当になんかすごくちっちゃいミニチュアのものから結構でっかい展示までめっちゃ全部凝っててね、それが見るのが結構面白かった。あとなんか船のね、保管庫、木造船が80隻ぎゅうぎゅうに保管してある、あの船の保管庫もなかなかな大迫力でした。800円だったけどね、あの800円払っても見る価値あると思う。で今日はね平日でもう本当に全然お客さんいなくて貸し切り状態みたいな感じだったので、余計にね800円全然高いと思わなかった。なかなかね、あの土日で混んでるとね思うようにはなかなか見られないかもしれないけど、建物もねすごくおしゃれだし、敷地内もねいい雰囲気で、来てよかったです。あの来る時もねすごく気になってて寄ってみたいなとは思ってたんだけど、とにかくね、あのお金を払って入る博物館系ってのんびりやっぱり時間気にしないで見たいから、1日目はねどうしても東大の開館時間が気になってゆっくりは見られないと思ったのでスルーしたんだけど、今日ね本当に寄ってみてよかったです。午前中めっちゃ面白かった。なんかね最後の方で天さんのね、なんだろう、あれ怖い話みたいなの映像で流してて、まあ海女さんってね本当に危険な仕事だから、実際ねのお話が元になってるのか分かんないけど、まあ海女さんがね海の底でなんか自分の分身みたいなのを見てね、その人に差し出された大きなアワビを受け取ったらね海から上がれなくなったっていうようなお話だったんだけど、ちょっとビビっちゃった、見てて怖くなっちゃった。まあ海女さんって実際ね本当に命がけのお仕事だからね、すごいよね。
私はね、あの前にも動画で言ったことあるけど、水泳のインストラクターをしていたので水自体は怖くないんだけど、海は怖いもんね。やっぱり室戸の海でね、あの素潜りしたことあるんだけど、すごいね、そこがね深くて暗くて、その暗い海の底の方に何か大きな魚影が動いてるの見たらもうビビりまくって、海女さんはとてもできないな。さあ、そんなわけでね、鳥羽のもう一つのというか最後のね、お目当てのスポットに今から行きたいと思います。まあ、お目当てのスポットというかね、レストランなんだけど、牡蠣の唐揚げが食べられるレストランに今から行きたいと思います。そしてね、そこでご飯を食べて三重旅は終了となります。まあそこがね、もし何かの理由で休業だったりしたらもうしょうがないからフェリーターミナルの方に戻る。でご飯を食べてね、12時のフェリーに乗れればいいなと思ってるんだけど、間に合うのかな。いやー、よかった、海の博物館よかった、見て本当ね、展示が面白いからぜひ行ってみてください。そしてね、うなぎのぬいぐるみ欲しかった、ちょっと。いや、三重旅楽しかった2日間だけどね、結構満喫しました。まあ株で行かれる場合はね、ちょっと一点注意した方がいいなって思うのは、やっぱりこんだけ走りやすい道だから、独走してると思ってたらもういきなり真後ろに速い車とかがぴったりくっついてたりすることがあってそれだけね注意して、速い車が来たらもうどうぞどうぞって道を譲ってのんびり行くのがいいと思います。地元の人ばっかりじゃなくてね、他県ナンバーでも結構ね、この道気持ちいいからかバンバン飛ばす車とかバイクとかいるので、そういう速い車と速いバイクにだけ気をつけてトコトコツーリングを楽しんでください。さあ、まもなく三重最後のスポットに到着いたします。わ、何これ、化石発見地とかあるんだ、鳥羽流、へえ。あ、何それも見たかったけどもう無理、もうない時間が。やっているでしょうか、私のお目当てのレストラン、やっていてくれ頼む。めっちゃ楽しみにしてるんだ昨日から。どこだ、300m あった、ここです。やってる、やってんのかな、やってない、オープンって書いてあるね。あ、静岡からです今日、はい、はい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ゆっくりどうぞ。美味しいです。あ、ありがとうございます。カツオにこの卵かけて食べるの初めてです。あ、そうですか。クロスパンもちょっと。あ、もちろん、はい、どうぞ。またがらないです、触らないんで。大丈夫です、またがっても全然全然はい、ということで、鳥羽フードさんでした。残念ながらね、牡蠣の唐揚げはゴールデンウィークで終わっちゃったということで食べられなかったんだけど、カツオの漬け丼がめちゃくちゃ美味しかった。カツオってね、パパがね、
高知の出身の人なので実家に帰るとねカツオはよく食べるんだけど、やっぱり刺身とかたたきとかが多くて、カツオの漬け丼って多分初めて食べたかもしれない。卵の黄身が乗っててカツオの漬けとね卵の黄身って合うのかなって思ったけど、すごい美味しかった。めちゃくちゃ牡蠣の唐揚げはね11月からゴールデンウィークぐらいまでだそうです。さあということで鳥羽港のフェリーターミナルに向かいます。12時に多分乗れる。なんかね全然そんななんか口コミとかにはあんまり書いてなくて、全然知らなかったんだけど、ライダーさんがね結構来るお店みたいで、 SSTR のねゼッケンのステッカーだったりとかライダーさんのステッカーがいっぱい貼ってあったのでね、私も貼らせてもらってきました。そしたら誠寿司さんのステッカーがあった。なんかバイク預かりサービスとか書いてあったけど、裏になんかねガレージみたいなのあったからね、バイク預かりサービスってどういうことなのかな、バイク預けてどうすんのかな。さあ今日はねもうね帰りのフェリーのねチケットは買ってあるので、前回の株旅の帰りみたいにねバイク入れてからバタバタターミナルに買いに行って鍵を落とすみたいな心配はないです。ただね往復のチケットの有効期限が1週間なので、やっぱり九州とかに行っちゃって1週間以上かかっちゃう場合はね、なかなかちょっと往復では買えないけど、今回はね2泊3日ということで往復でチケット買いました。多少往復割引もあるみたいだし、12時のフェリーに乗れそうだ、やったー。まあねご飯ねあんまり急いで書き込みたくなかったから、あんまりね間に合わなそうだったらもう1本遅らそうという覚悟ではいたんだけど、ゆっくり味わって食べてもなんとか12時に間に合いました。やったー、よかったー。はい、到着しました。はい、無事乗り込みます。よいしょ。はい、すいません。はい、白線の上まっすぐお願いします。はい、もう少し前です、ね、もう少し前です。はい、ストップです。はい、ありがとうございます。あ、なんかそこ綺麗、お花のところで写真撮っていこう。よいしょ。はい、無事12時のフェリーに乗ることができまして、1時に伊良湖港に帰ってきました。さあ今からね160キロ走ってお家に帰っていきます。